ほー、サランヒヨ、こんばんは。お前、ヤッホー、ありがとう。ツーショット会楽しかったかい？楽しかったです。ありがとうございました。なんか、色が黄色い ライトだよね。無理。たゆき、ありがとう。幽霊みたい。ライトの問題。怖い怖い。ライトの問題かな。どう、幽霊じゃなくなった？ちょっと、これだと怪しいぐらいでも。これだとでも幽霊になっちゃう。消すか。ちょっと待ってくださいね。OK。こっちの方がご無事ですか？あ、こっちの方がいいね。いらなかったライト。不自然ライトになってた。こんばんは、こんばんは。目指せグループありがとう。大変ありがとうございます。こんばんは。光ってたよね。ちょっと。肝試しじゃないよ。こんばんは。おばさんちゃん。こんばんは。ありがとうね。あ、ポッポ観察日記もちゃんと見れたね。だって、はい、バッチリ上がりました。見てくださった皆さんありがとうございます。あの、エコミになりたい、ありがとう。なんか、あのホテルなのでですね、結構聞こえちゃうので、まあ変なこと喋るわけじゃないから全然いいんですけど、静かめにお話していきたいと思います。ハロータコ。あ、そうそうそう、あのホテルなのでいつもの被り物もないですし、お人形もないんですけれども、それでもちゃんとタコメガネさんは再現することができました。それがディ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 ン、こちらです。かわいい。はい、ポーチいただいたファンの方にね、以前いただいたポーチを使ってたんですけど、それがタコなんです。それに明日通称都会でも使うメガネをはめてみたら、まあなんというキュートなタコメガネの出来上がりでしょう。超かわいい。なんか声がひそひそだと100倍眠そうに見えますね。いつもよりそんなに眠くないんだけど、声がこんな感じだから100倍眠そうに見えますが、いつもよりも目が覚めています。なぜならいつもより早いから。だから皆さんご了承ください。めっちゃ聞こえるでしょ。こんばんは。お花ありがとう。こんばんは。ハートありがとうございます。はい、かおちゃん、こんばんさちゃん、お疲れ様だって、ありがとう。こんばんさちゃん。あ、これでいい、これでいい。ピカーと、ありがとうございます。そう、遠征先でもお勉強しようかなと思って、今日、まあ、通所都会があり、次も22、23でトーク会、握手会があるので、トーク会、握手会で使える韓国語をテーマに皆さんと例文を出しながら、お勉強していけたらいいなと思ってテーマを作りました。ちょっと助けお疲れ様、カノンさん、夜も今夜も可愛いね、だってありがとう。Thank you。 こんばんくま、ありがとうね。お花ありがとう。ハートありがとう。こんばんは。メンバー配信全員同じ配信。確かにそれはそうなるよね。ハートありがとうございます。たいやき、こんばんは。ご機嫌はグググ。今日飲んだ、あれ、なんで充電できてないの。
んだシナモンラテ、シナモンがかかってるラテがすごく美味しくって、ご機嫌グーグー。こんばんは、ビカタリとユビハート、ユビハート、ありがとうございます。ハートありがとうございます。こんばんは。新大久保は行けませんでした行ってません。こんばんは、ハートありがとう。かいねんちゃんはいつから配信始めるか。あ、ね、今日もたい焼きのイベントのあれで配信しますって、ツーショット会終わりにしますって、昨日か5日に言ってましたね。たい焼きありがとうございます。ひめこめちゃん、ひめこめちゃん、こんばんは。俺が代わりに卵を温める、どういうことこんばんは。そう、うん、なんかね、ね、たあたこちゃん、チキラありがとうございます。大気ありがとう。ルカティンが夏に公開ホールで芝居るね。お、本当ですか。ネオハラでお世話になった立公開ホール、大気ありがとう。ちょっとこそこそ話だけど、こそこそ話だけど、あの、出ないでね皆さん、この後くずいおじさんだから。遊びに来てありがとう。ヒカルさん流行り病に大丈夫ですか。ヒカルさん、ヒカルさん大丈夫ですか。レインボースターありがとうございます。ヘビハット Thank you。 そう、注意期限、あ、キャッキャいいな、配信して本当に。こんばんさんちゃん、サードフィルさん、こんばん、今日も美しいでございます。ありがとうございます。今日ありがとうございます。誕生日応援してくれてもらえて幸せでした。はい、誕生日はね、そう、自主申告制なので、誕生日の方は今日僕誕生日です、私誕生日ですって言ってくれたらお祝いします。配信でね、前日とかに言ってくれてたので、なんかせっかく会うのにお祝いできないのは嫌だなと思ってそう、ポストにも書いてあったからお祝いさせていただきました。こちらこそありがとうございます。夕飯しっかりと食べました。ケータリングがね、あんまりしっかり食べれなかった、急いで食べた。グググ、こんばんは、ハートありがとう。配信でも今日何もないけどいい。ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデートゥーやー、ハッピーバースデートゥーやー、なんて呼んでほしいかな。ディアータクヤさんでいいか、タクヤさん、でも池本たかやさん、ハッピーバースデーとユー、おめでとうございます。改めてお誕生日おめでとうございます。ハートありがとう。そう、シナモンラテ、まあ、おかわり1日目お疲れさちゃん、ありがとう。ぐずりまで起きててね、ハートありがとう。あ、くまちゃんくまくま、ありがとう。こんばんくま、Thank you。 ありがとうね。あがゆめかのそしだそし、ナイスコンビネーション。たい焼きありがとう。今日は暑すぎて倒れかけてました。あ、大丈夫ですか。お弁当、お弁当というかケータリングを帰りのバスで食べましたね。ありがとうございましたって、はい、おめでとうございます。パパポッポ推しでしたっていいですね、ポッポ界の推し。沢田姫さん、毎日ごとく毎日幸せ感じております。ありがとうございます。お優しいしです、いつも、もう本当にありがとう。こちらラジオ三昧、22時半からはくずりおじさん。そう、じゃあ3、そ
そろそろお勉強していこうかなと思うんですけど、トーク会とかで使える韓国語ということで、なんかカノンの立場でも使えるし、ファンの皆さんも使える、使うタイミングがあるか分かんないけど、ファンの皆さん側もやっていきたいからね。イオシなんとカノンさんの回顧だけはね、あ、本当に、あで、ね、まあ嬉しい、来てくれて嬉しいですとか、来てくれてありがとう、兄来てくれてありがとうございますは伝えたいよね。嘘見しないでねそれもちょっと後でやろう。今日のカノさん写真見せ、あなたアイドルですねって、スタイルロシだって、よろしくないです、はい、結婚してください、オッケーオッケー、結婚してください、よし、じゃあなんで隣乗れないじゃあ一個ずつやっていきますね。最初はカノンがちょっと気になってる、会いに来てくれてありがとう、やってみます。会いに来てくれてありがとう、만나러와줘서고마워，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 만나러와줘서고마워。完璧。会いに来てくれてありがとうは、マンナロワチョソコマオ、これあペン寿司鍋だ、マンナロワチョソコマオ、来てくれたらマンナロワチョソコマオですね。違うか、まずはじめましてって言ってからか、はじめまして、처음뵙겠습니다。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 なんか全然できないんだけど。처음뵙겠습니다。べ。처음뵙겠습니다。응？처음뵙겠습니다。初めて100にしますになっちゃうんだけど。처음뵙겠습니다。뵙겠。처음뵙겠습니다。응？처음뵙겠습니다。全然無理これ。처음뵙겠습니다。처음뵙겠습니다。あ、처음뵙겠습니다。あ、처음뵙겠습니다。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 まあ、처음뵙겠습니다ですね。初めまして、처음뵙
ペペペペプケスミダペプケスペプケスミダ。だからあわー超ペプケスミダって言われた、超ペプケスミダって言って、なんだろうわーちょそこまおーって言って、会いに来てくれてありがとう。この流れはできましたね。じゃあ次出てるからいきなりぶっ飛ぶけど、結婚してください。まあこの前定型文にしてたウィキョルンナーじゃでいいんじゃないかな。私たち結婚しましょう。ウィキョルンナーじゃ、ウィキョルンナーじゃ、ウィキョルンナーじゃ。カノンはチョジチョジって言いますね。こんばんは。なんで隣のレーンに並んでるの？怖い怖い楽しシンドロームやね。あの姫さんの言うことは絶対だって、全然ありがとうです。こんばんは。あ、glad for me too。 会えて嬉しいです。 Oh thank you。グズリおじさんこんばんは。牛飼い連では飲食は禁止だよ。だってそっか、見たことないね。確かにね、食べながら来たらちょっとびっくりするね。カノメンバーとイチャついてたでしょ。言われたいんですか皆さん韓国語で言われたいんですか。こんばんは。ゆかみないてありがとう。また会いに来てね。あ、そうそう、これそれいいよね。また会いに来てね。また会いに来てね。또만나러와。또만나러와。또또만나러와。韓国語でさ、喋ってくれる。ファンの方が来てくださった時に覚えとけたらいいよね。とまんなろわ、とまんなろわ、また会いに来てね。あ、とまたこやねもそんな感じよね。とまんなろわ、とまんなろわ、とまんなろわ。次、いいねいいね。こんばんやほほ、こんばんは。ぐずりおじさん会えて嬉しかった。まんなそパン、パン側よ。あ、そう、お会いできて、あ、あの、そうだねっていう意味の、そうね。あ、ま、まんなそう、パン側よで、会えて嬉しいですとか、嬉しかった、嬉しいよみたいな。いいですね。まんなそう、パン側よ。こんばんは。まんなそう、パン側よって書いてあります。そう、ありがとうね、調べてくれたんだね。読めないけどってこと、ありがとうございます。今日は何人会いに来た皆さん本当に言われたいのそれ知らないよ、もさっき他の例にいたの見たよ言われたいの皆さん。じゃあその何がいいかな、そのちょっとプンプン系、プンプン系作ろう。プンプン系、DD はなんて言うんだろうね。 DD は誰でも大好きにすればいいのか。誰でも大好き、誰でも大好きが DD に合ってる諸説あると思うけど、누구라도너무좋아。누구라도너무좋아だって。
どうやって略したらいいのかわかんないや略したらいいっていうか、これをどうやってしたらいいかわかんないけど、 DD かっこ誰でも大好きはなんだって、누구라도넘어줘와누구라도넘어줘와누구라도누구라도누누구라도넘어줘와누구라도넘어줘와 DD 와누구라도누구라도넘어줘와でもあれですね、大好きはこれで分かりましたね。飲むちょわ、大好きは飲むちょわ、飲むちょわ、飲むちょわはいいですね。目指せグランプリありがとう、私を押してね。あ、いいね、大事ですよ、私を押してください、私を押してください。ちゃんと押してをさ、お仕事の押しにしないと音声入力じゃできないね。あ、저를추천해주세요、추천해주세요、めっちゃ直接的だけど、なんだって、저를추천해주세요、저를추천추천해주세요요って、あれよ、オッケー、저를추천해주세요、저를추천해주세요、저를추천해주세요、私を押してくださいですって。ちょるちゅちょね、受精よ。あ、でもおすすめの時もちゅちょんとかやったから、そのおすすめ、押すの、押すプッシュって感じで、プッシュってこうじゃなくて、いいねのプッシュとかそういうことだから合ってるかもね。合ってそう。すみだ。こんばんは、1232全の会社ありがとうございます。こちらこそ頼むし、ありがとう、こんばんは、1232全の会社おめでとう、ありがとう、こちらこそです、ハートフォローありがとう。画像画質悪い、神に誓いますかってえ、こんばんは、ごゆうさんちゃん、きかんきかん、キッコンは何？キッコン、クイン、クイン、キッコン、キッコン。これわかんない。なんて書いてる？キッコイ。キッコイ。ぎっこい、わかりましたお疲れれれのれー、さっちゃん今日もありがとう、だってこちらこそありがとうありがとうございました、フォローありがとう、ずりおじさんハートありがとうひどい嘘だって、ハートありがとう、こんばんは、次はどんなポーズをしましょうか。あれね、ツーショット会でね、ポーズ何にするとか、いいね、ポーズ結ん、ポーズヘア、結ん、ポーズヘア、무슨 포즈 해요?
何のポーズをしますか？ムスポーズヘヨ。正解しました。ムスポーズヘヨ。ルダハート、指ハート、お願い。本当は一番好きなんでしょ。ちんちゃちんちゃねんちんちゃねんちんちゃねん、제일좋아좋아なんでしょうってどういうニュアンスなんだろう。本当は一番好きなんでしょ。사실은제일좋아하는거지좋아하는거지逆翻訳してみよう。ちょ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 、実は一番好きなんだよね。だってあちゃんとニュアンスが伝わってる。すごい。実は一番好きなんだよね。バグっちゃった。사실은제일좋아하는것지なんかちょっと Wi-Fi のてか Wi-Fi とか電波の関係か、動きがめっちゃ遅くてバグっちゃった。動かなくなっちゃった。あー悲しい。사실은제일좋아하는거지動かなくなっちゃった翻訳機が。私は言われるよりもカノンさんに蹴られたいです。片思いファイナリー、好きなんだ、好きなんだ、片思いファイナリーケーク。こんばんは。この人可愛いでしょ。でも私の方がもっと可愛いよね。I love you. こんばんは。사실은제일좋아하는거지。사실은ね、もうタイムラグすごい。何も触ってない時に喋り出すじゃん、スマホが。あと5回ぐらいかな、無駄に押しちゃってるから5回ぐらいなるのかな、これ急に。言われてみて怒られたい願望あります。多分昔に韓国のなんとかなんだか、ね、彼女見ていいね、そういう。あ、韓国語でなんて言うんだろう、これ読んだらいいんだか、ちょっと漢字が弱くてすいません。怒られたい系はあのね、考えてたのはね、よそ見しないでね、マイルド。よそ見しないでねとか。多
分言えたと思う。사시는사시는か사시는좋아아제일좋아하는こっちなんとかなんだよね。がこっちなのかな。かわいい。こっち。目指せグランプリありがとう。よそ見したら怒るよ。ぺっぺかみょん화낼거야。かわいい。ぺっぺかみょん화낼거야。ぺっぺかみょん。ぺっぺかみょん。ぺっぺかみょん화낼거야。화낼。ぺっぺかみょん화낼거야。거야。ペッペカミョンハネルコヤ。ペッペカミョンハネルコヤ。よそ見 しないでね。よそ見したら怒るよ。よそ見したら怒るよ。ペッペカミョンハネルコヤ。ペッペ가면화낼거야화낼거야ペッペ가면화낼거야화낼거야ネコヤって何ネコヤ処理がねネコヤダメだドエルコミラドエルムばかりですねド M ばかり隣同士の連絡気を使います。そうですね、もう目を見てれば分かりますね。カノンが一番じゃないの。カノンカノンガは一緒なんだよね。カノンガチェールじゃないの。難しい。カノンが一番。カノンが一番じゃないの。私が一番じゃないの。내가최고가아니야。최고가아니야。あ、これも可愛い。なんか韓国語のさ、怒るセリフ可愛いね。さっきのさ、よそ見したら怒るよもさ、ペッペカミョンパネルコヤだったしさ。私が一番じゃないの？もうさ、내가최고가아니야。내가최고가아니야ってあにゃとかやとか中とか可愛いかもね。韓国語のプンプンセリフ合ってるかわからんけど。カロンが中国か。中国かあにゃあにゃあにゃ長中国かあにゃ내가최고가아니야。내가だった。내가중국가아니야。내가中国かあにゃ。難しい。中国かが내가최고가아니야。中国か
내가최고가아니야一番が難しいんだけど、でも내가최고가아니야って感じ。まあありがとうございますとかは結構あれですよね。감사합니다とか、こまおよとか、私だけ見てて、私だけ見てて、私だけを見てて。나만보고있어나만보고있어나나만だけ나만보고見てて있어나만보고있어오이네これなんかシンプルというかわかりやすくていい。나가보고있어메팔메팔むっとさらはねか愛してむどんすべてめめぱるめんぱるメンボールメンバーメンバーみんな愛してるって書いたの違うメンバーみんなみんな大好きMD いくつになっても DD は続くんだ。青春じゃんそれ。ノムチョはこんばんはよ。こんばんはありがとう。キラキラフォーエバー100キラ好きありがとう。今夜もビールを飲むチョはなんかうまいことダジャレみたいになってるけど、迫ってる方は差し押してください。なんか聞いたことあるセリフですね。感じない聞きながら配信見てます。あ、いいですね。どっちも追いついてますか、お耳は。こんばんは、冷やし中華始めました。なんでやねんだけどちょっと気になるね。冷やし中華ってあるのかな。冷やし中華うまくできるのかな。冷やし中華始めました。脚本訳冷やし中華、冷たい中華料理始めましたになっちゃった。ちょっとうまくできなさそう。しやけっそよで多分始めましたですね。何も言った気もするけど、本当に頭で言おうと思ったことを常に片言日本語韓国に置き換えると語学が伸びますよだって。じゃあちょっとさ、だいぶ出てきたからさ、この今の配信でもあのなんていうの、調べて例文、皆さんのおかげで。なので疑似というか流れでやってみよう。流れで、だからちょっと例文今からちょっと飛ぶけどごめんね。これ涙のショーな、これはさ、あれこっちか、滑走路はこれか。バラの花束、おバラありがとうございます。ペンライト寒天しら寒天に塩小豆&黒蜜、最高に美味しい。想像しただけでめっちゃ美味しそう。今回の愛のホログラムのイベント本日で終了です。お疲れ様でした。本当ですか、ありがとうございました。来てくれて嬉しかったです。こんばんは、猟奇的な彼女。あ、そういう映画なんだ。よそ見じゃなくてドキドキなんです。
あ、チョミスケさんこんばんは。ちょっと噂なん、まカノンは先ほど知ったんですけれども、ヒカルさんね、大丈夫ですか？体調心配です。ストレートさんちゃん可愛かった、ありがとう。今来たご主人、今からミッションしていきます、ありがとうございます。あ、和菓子ありがとう、アジサイ和菓子。誰がいるの？部屋にはいないんだから。可愛い、ありがとう。撮影会初日、1日目ね、ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。皆さんたくさんコメントしてくれてる、ありがとう。さんちゃんが一番じゃけ、優しいね。翻訳機はね、あのあれだよ、あのアップルの iPhone にもともとっていうか入ってるやつ、翻訳っていうこう あれで入れてないです、あのアップルストアで入れたやつじゃなくてね、入ってたやつ多分。どこのギルド名やねえ、あれあれあれ、滑走路は5だって。ソン・イェジンやつ、あれかな、さっきの映画のことかな。お任せありがとうございます。ありがとう、こんばんは。ほい、ん、今起きました、ナイスです。ぐずりおじさん、ぐずりおじさん聞けますねこれで。じゃあまず来てくれたら、わー、なんだったっけ、全然覚えてない全然覚えてない。はじめましては、まず長雲、長雲ペッケスミダ、わー、長雲ペッケスミダ、はじめましてって今言った、長雲ペッケスミダ。ライブから戻ってきて、あ、もうライブから戻ってきました、おかえり。思い浮かぶのに難しいわー、ジョーンペプキャスメだ。あ、マンナソファンがよ、お会いできて嬉しいですって言いました今。なんて言ってくれるかな。おー、あなたは可愛いですとか言ってくれるかな。私優しいからね、きっと来てくれたってことは。優しかったとして、可愛いですって言ってくれたら、あ、こんばんは。難しいね難しいよ。会いに来てくれてありがとう、言いますよマンナロはちょそこまお、マンナロはちょそこまお、さんちゃんゆっぽよだって。あ、こんばんはよ、チャル選挙ねー、かっこいいねって言いました結婚してウリキョルンナじゃんって言われたら、チュジチュジって言います。ベースグランプリありがとう。大丈夫かな、なんちかなんちゃん可愛かったとさんちゃんが伝えておいて、あなたかもちゃんと初見でした、なんでやねん、ありがとう、伝えとくわ。うん、千葉県民の日、栃木県民の日、いろんな日だで、なんていう、なんで何がいいかな、どうして来てくれたんですかとか聞いたらどう、ちょっと変、普通にだって日本語で
言いたいことを言えたら一番じゃん。だから何で興味を持ってきてくれたかは気になるよね。どうして来てくれたんですか。うえー、おわっそよ、どうして来たのすごいすごいすごいぶっきらぼうだな。来てくれたって言いたい。どうして来てくれたんですか。どうしてだとあれかな、なぜ来てくれたんですか。왜와주었습니까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 왜와좋았으니까아시다니와세대소대고살맛왜와주었습니까왜와주었습니까사탄유명해한글을教えてほしいわ教えてほしいわ。スタジオジブリが設立、ジブリさんお世話になってます。サタン教えてくれるかな。イゴセウゴシンウンミョエンベタ。ここうん、ここでごとくろくろおみょにかなんて書いてくれたの。좋아해하시민好きだからだよって書いてくれた。それはサンちゃんに会いたかったからに決まってるよ。だって優しいね、みんな本当に。こんばんは、おいしいお疲れ様でした、ありがとう。応援でしずさん見に来たのに彼女はスペシャルシートだったからおめでとうございますありがとうございます。勉強熱心だね。だってもう忘れちゃう。ありがとう、目指すがやっぱりありがとう。内緒、秘密主義だね。こんばんは、まあこうこうこうで来てくれたんだよって言ってくれるじゃん。おお、どうしたもこまおうって、ありがとうって。あ、名前は聞けるよね、前お勉強配信でやったから。男子ウェイイルミワンスミニカだったっけ。タンシーウェイイルミワンスミニカ、タンシーウェイイルミワンスミニカ。もう遊びに行った。あ、言えた。何ですか。だから多分そんな感じ。もう遊びに行った。もう遊びに行った。もう遊びに行った。당신당신의이름이뭐였습니까。なんとかだよって。おー、なんとか。なんとか。こんばんは。ちょんね。ちょんね。おわすみか。プロポーズをするために来ましたって。それで書いてたの？こんばんはよって言っちゃったよ。ありがとうだけど、そりゃ。けんちゃなよ、言っとけば大丈夫。聞いちゃうよって。なんか
何々してくれますかってケンチャロよって言ったらえってなっちゃうよ眠気まなっこでギターつまびくショールームのさんちゃん見て気に入っちゃってねいつも目が3割ぐらいしか開いてないよね。こんばんは、ありがとう。ずみじさんこんばんは。明日はイベントの前に実際見たいな。だって見れるかな、見れるといいね。実際綺麗だもんね。よく見ないと。ありがとう、こんばんは。ちょひよんちょひよん。練習最初までトーク科学主会だけ変わっていゆうゆうさんじゃない。さんちゃんこんばんは。よく見ないと。ありがとう。キラキラ100完了です。ありがとうございます。はい、実際見て間違えて、あずちゃん並ばない、どういうこと、どういうこと。そういえば今日の SK みくじかのんさん大吉でした。イエーイ、大吉どっちもほーいいですね。どっちもほーですね。大吉はもう超いい日になります。萌えゼリフ、あサランヘヨサランヘヨ、お餃子정말사랑해요。餃子本当に愛してますって言いました。정말사랑해요。あ、実際かの読み間違えてた。家庭総合のホームプロジェクト何にしようか今思考試案中です。あ、やばい、漢字が考えてるんだよね。家庭総合のホームプロジェクト、お仕事ですか。お疲れ様です。目指せグランプリ、かのちゃんの正気聞いてません。だからもうセリフお願いしますまあ皆さん萌えゼリフ、萌えゼリフ、カノンそんな萌えゼリフいっぱい言う人じゃないよ。もうもう여러분여러분사랑해요여러분사랑해요。皆さん愛してますよ。ヤコハヤコハミに사랑해요ですね。韓国語でカノンはってなんて言いますか。ワン、ワーは、あのハーは、なんとかワのハーはヌンだから、カノンヌン。その文章的に言ったらカノンヌン。サランヘヨサランヘヨ、カノンヌン、ではカノンはです。明日並んで萌えゼリフポーズお願いし、あ、萌えゼリフポーズ、ゼリフポーズはオンポーズでしょ。ヌン、そう、電波頑張って、ワイティン電波、もうコマをよ、ありがとう。もう連発しちゃうかも、来てくれたら困るよって。ありがとうは基本的にダメなことなさそうだから、まあよってたくさん言っちゃうかも。何を使ってるかな、よく日本語のあのトーク会で。すごいとかありますよね。本当になんかね、ヤコファミリーだけなのか知らないけど、なんかね、皆さんすごいんですよいろいろそれぞれになんかすごって思うこと結構あって、なんだろう、お仕事のことも、の時もあるし、昔のねやってたこととかでもあるし、
あすごっみたいな思うことたくさんあるから、すごいって結構言ってるかもしれない。すごいですね。대단하네요。何？대단하네요。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 대단네네요대단하네요今日のツーショットからハトのポーズ何パーセントだった？ハトのポーズは何パーセントぐらいかな、40% ぐらいの人がやってくれたかも。ありがとうございます。皆さん上手で結構こう瞬時にできてた。釣りそうって親指釣りそうって言ってる方もいたけど上手でした。皆さん自分はすごいところは星になった。ん？なんて書いたの？星。でも怪我星になっちゃった。早く見ないと。ありがとう。もうなっとるでしょ。こんばんは。お花ありがとう。昨日買っておいたから揚げ、夜唐揚げ夜に食べようと思って冷蔵庫に入れてなかったからもう傷んでしまった。オーマイガー。記憶力いいメンバーが何かいるか怖いところ、情報共有メッセージ。何が服の袖から鳩出す人はいなかった。大丈夫。いなかった。マジシャン大気ありがとう。鳩は昔影絵とかでやってたから。やっぱ皆さんやってたの？なんかやってたっていう人いたんだよね。やってたの？みんな得意なの？配信をしっかり見てたので、あとポーズなど素晴らしいよ。本当にカノも配信で練習したおかげで、昨日の配信で練習したおかげで完璧でした。こんばんは。食中毒ね、気をつけなきゃダメですよ。本当にすぐ傷んじゃうから、ちゃんと保冷剤とかさ、すぐに冷蔵庫に入れるとか徹底しないと。こんばんは。危ないなと思ったら食べない。気をつけましょう。今日はね、あなたへのオープニングのちょっと話がもう変わります。話がちょっともう変わりつつあったけど、お勉強は、本日のお勉強は終了させていただきます。22時にもなったし、結構たくさんできましたよ。ちょっと見せれないけど、メモにもね結構たくさんいろんなセリフを今日はできました。トーマンなるわって言って最後終わろう。また来てねって、また会いに来てね。本物は今信じてよ。本物の時は信じて。影やってた昔。さあ、じゃない、終わりました。お疲れ様です。家帰って写真見たら自分の鳩の羽片方閉じてました。あら、お上品鳩さん。はじめまして、こんな可愛い子初めて見ました。なんでやねん。ありがとう。ちょっと配信するとさ、知らず知らずのうちに声がでかくなっちゃうから気をつけないとね。テロップ、あ、テロップ変える？
テロップはじゃあエグゼリおじさん、もうグって言ったらグズリってできてできて、グズリって言ったらおじさんで、グズリおじさんが変換でしっかり出てくるようになっています。はい、あ、ごめんねはセサムニだとかそんな感じ、セサムニだ、申し訳ありません、申し죄송합니다、チェソアムニだ、チェチェチェソアメダ、チェソチェ、申し訳ありませんわ、チェソアメダ、チェソアメダ、うーん、ウヤネ様、そうそうそう、ウヤネ様、マイコンセイさん、マツアでカウンちゃんに会いましょう、トサンちゃんから伝えてね、だって直接伝えてくれてもいいんだよ、はい、そうそう、で、あの、お勉強ありがとうございました、お付き合いいただき、例文もたくさんありがとうございます。ね、そう、先話そうと思ったのは、今日あなたへえ、あのオープニングの衣装を着たんですね。だからここにいつも髪飾りがあるんですよ。で、今日もあるんですけど、いつもはメイクさんがつけてくれるんですね。髪の毛はメイクさんがやってくれて、髪飾りもメイクさんがつけてくれるんだよ。だけど今回は自分でやらなきゃいけないからさ、そう、自分でまず髪のここに、あの、土台と言われるね、ピンを刺すところを作って、お三つ編みして下で留めるっていう、ね、でそこに、あの、髪飾りの裏になんていうの、ネットみたいなのがついてて、そこにピン、編みピンを通して、それの土台にクサッて刺すと、あの、くっつくんですけど、それをね、めっちゃ格闘してました。だからめっちゃレーンに出てくのがキリッキリになっちゃった、すいません。なんかね、何回やってもうまくいかない。刺しても刺しても、プランプランってしてるの、髪飾りが。そう。だからもう一生懸命、取ってはつけて、取ってはつけてって言って、やってたんですよ、今日は。だからいつも、まあ人の髪の毛ってのはあるけど、メイクさん、まあメンバーのだから、メイクさんってすごいなって思いましたね。そうそう。何本ピン刺すけど、プランプランってしてるの、髪飾りが。それちょっと大変でした。メイクさんのありがたみを感じました。ニコ生がメンテナンスだから飛行士行きたいの、サブさんからさ、そうなんだ、メンテナンス、可愛かった、嬉しい。そう、あの、ゴージャスで、すごい、あの、最初の衣装、やっぱりなんていうの、めちゃめちゃ映える、ステージで映えるからさ、こういう、なんていうんだろう、日常ではないんだけど、なんて言ったらいいかな、ステージじゃなくてもめちゃめちゃ映えてましたね。こんばんは。髪飾りつけたい、カチューシャとかいいんじゃない、おはまる、あ、今起きたの、そう、自分でつけるの大変でした、メイクさんそれが仕事ですか、そう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 、まあそれはそうなんですけど、すごいなと思って、この前、あの、え、これ話したかな、話したと思うけど、一回聞いてない人もいるかも、だから話すね、あの、ネオハラの時に、あの、その時もヘアメイクさんがついてくださってたんですけど、何の時だったかな、ビジュアル撮影みたいな、その撮影の時に、そう、メイクさんがついてくださってて、その時にやってくれた方が、なんか昔、その
SKE かな48の現場にも入ったことがあるみたいな。ちょっと SKE だったか忘れちゃったけど、48のまあその48グループの現場に入ったことがあるみたいなさったのね、そのメイクさんが。そうそうそう。でやっぱりね、その踊るじゃないですか。踊るし、でも取れちゃいけないし、しかも素早くつけなきゃいけないしっていうので、そこに特化してるんだって。やっぱりあの多分 SKE だったと思う、 SKE って言ってたと思うけど、その踊っても取れないようにしっかりつくように、そのもうそもそも飾りの作る段階からそういうことを考えて作ってあるから、そうそう、あれすごいよねって言ってました。ステージよ、踊るよ。今はその48グループだけとかではないと思うけど、そうそう、やっぱちゃんと踊っても取れないようにつけれるようになっているんだなと、すごいなと思いましたね。室内の白い照明で眩しいぐらい映えるよね。うん、こんばんは。半魚丼さゆちゃんの紙ピア持ってなかったの、会場に着けたらメンバーが話したのそう、今日衛生には持ってきてないんだけど、あの朝ね髪の毛やるときに使ってる、もう常に使ってます。あの車で送ってもらったときとかに使えるように車にも乗ってます。今は車に乗ってます。髪を止め、ハートありがとう、こんばんは。ネオハラの宣材写真写りにカノンさんが落ち込んでいたときました。そうですね、ちょっと今だったらもっと かわいい頑張るが撮れたと思いますそうなんですよね、成長ですね。ミュージックビデオ撮影の腰だから40とかメイクさん多いかも。おお、こんばんは。衣装とか髪飾りとか近くで本当作りが細かくて感動します。本当そうだよね、本当そう。商店丸はいません、目指すグループありがとう、タコちゃん超かわいい、超かわいいタコちゃんです。はい、という感じでなんだかんだお話ししておりましたら10分になりましたので、そろそろサンデスタイムをして、ちょっとぐずりおじさんの前にちょっと余裕を持って終わりますけど、皆様寝ないで寝ないで、ぐずりおじさんぜひ聞いてくださいね。はい、じゃあそろそろサンデスタイムをさせていただこうと思います。13位からさんでした、張り切って登場。13位、レバーサマーさんです、トマクコメリーアーテテ、ありがとうございます。12位、ふみふみさん、アットマクコメリーありがとう。11位、ネモさん、ありがとうございます。メガネ。10位、アベちゃんさん、アットマクコメペットリーオレントクオッケーオッケー、ありがとう。9位、アベちゃんさん、トマクコミーリトリー、ありがとう。8位、ミチリンさん、ありがとうございます。7位、宮高さん、トマクコミーリー、ありがとう。6位、サンマルさん、コミーリー大好き、ありがとう。5位、トップさん、ありがとう。4位、オオンさん、トマクコミーリー、ありがとう。そして3位、 M さん、ありがとうございます。 M ダッシュ、 M さんありがとう。そして2位、キンちゃん、ピーちゃんさんです、ありがとう、 Thank you。 そして夜配信も第1問トゥルルルルルティン、 G さんです、100万ミリ配信ありがとう、明日も楽しんで大好き、ありがとうね、おやすみくま、Thank you.
ございます。素晴らしい、ポポポポ。そして今日の八十五ヤコさんはタラッタッタッタ、あ、マックのやつね、あのへっこみのやつ、結構な人が何人かが教えてくれてた、ポストでも。ありがとうございます。今度から容器のへこみを見てコーラとアイスコーヒーを間違えないように気をつけます。よっこさんは、あきふみさん、あ、いつもありがとうございます。アットマークやこみになっちゃってくださいね。キュッ、ありがとう。あ、もう100個ファミリーだけどね、きっとね。アットマークやこみにぜひなっちゃってください。いつもありがとうございます。はい、ということでコーラは何も押さない。オッケーオッケー。明日、そう、明日は朝配信します。はい、6時45分から配信します。ギターはしません。ギターはね、ないのでね。やるとしたらエアギターをする感じになると思いますけど、まあ、しない予定です。はい、それでは少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。そして X と Instagram の方もぜひチェックしてください。ちょっといっぱい上がってるから今 X 今日たくさん投稿したんで、皆さん見てぜひいいねやコメント拡散よろしくお願いします。はい、本日ツーショット会にお越しくださった皆様本当にありがとうございました。あの素敵なねお写真が撮れていたら嬉しいなと思いますし、あのやっぱりね、あのめっちゃあの笑うんだよね。なんか皆さんとお話してるとなんか楽しくてめっちゃ笑ったなって感じです。今日も楽しい時間をありがとうございました。ではね、この後はルズリおじさんが22時30分からミッド FM さんの方でラジオですね放送されますので、何のことだという方はカノンの X にあの詳しくは載っていますのでぜひ見てくださいませ。ではでは、寝落ちしませんように皆さんが終わろうかな。あれだ、チュマチョゴリだっけ、チュマチョゴリの動画も上がってるんだけど、生写真が本日までみたいなので写真アップしておきます。あ、ありがとう、ナイスレボ、レボでいいのかな、ナイスレボ、ありがとう。そうそうそう、ぜひ見てみてください。あのカノンくるくる回ってますので、チマチョゴリ、そうそうそう、くるくる回ってますのでぜひ見てみてください、そちらも。さあ、それでは今日もこの辺でとまんなろわ、またこやね、ありがとう。50周ぐらい見てありがとう。バイバイ、おやすみ、チャラチャー、おやすみ、チャラチャー、チャラチャージャーメン、またの、バイバイ、バイバイチャーン、チャラチャー、おやすみ。明日主席局には明日します。また朝お会いしましょう。